原発事故子ども被災者支援法に基づき雇用を国の制度に位置づけてください。当面の間、全国で多くの民間団体が実施している雇用プログラムに公的支援をお願いいたします。福島の子どもたちを取り巻く環境は震災以来すっかり変わってしまいました。放射能の影響は広く福島を覆っており、6年経った今でも震災前と同じ線量には戻っていません。それにより子どもの健康被害を不安に思う保護者は避難したり、福島での外遊びを制限したりしてきました。2017年5月、福島県保育連絡会が発行したこちらの福島の保育第14集は、震災原発事故から5年、福島の子どもたちと副題が付けられ、福島の保育の現状を知ることができます。はじめにの冒頭部分で、事故当時1歳だった子を例にとり、原発事故はその子のその大切な1歳児らしい生活を根こそぎ奪ったのですと書かれています。本当にそうなんです。不安を持たずに福島で生活するということは、私には不可能なことだと思われますし、ほとんどの方は口にこそ出しませんが、多かれ少なかれそう思っていると思っています。それは不安や怒り、憎しみ、恐怖、悲しみといった負の感情は、生き物が生きていくための命を守るために必要な感情だからです。しかしそれは他人から承認されませんので表には出てきません。一方、ニコニコ、元気、やる気、真面目、素直といった感情は他人から承認されますので表に出しやすいのです。福島の復興を福島に住む私たちが喜ばないわけがありません。しかし負の感情があるということをきちんと自分で統合できてこそ感情を制御できるのであって、不安に思うなという方が無理なことなんです。先の白書には、6年経った今でも外遊びや自然との触れ合いが事故以前のところまでは戻っていないことを示しています。その原因として、物理的な環境だけでなく経験の継承が行われていないことを第一に挙げています。例えば虫捕り、散歩、外遊び、どれをとってもどこでどんな面白い遊びがやれるかという知識や方法は、年長のクラスから年少のクラスへ、先輩の保育者から新任の保育者へと受け継がれていくものです。1年、2年にもわたって外遊びや自然との触れ合いが奪われたということは、その継承ができなくなってしまったということを意味しています。もう一つは、子どもたちの心の動きにあるとしています。桜の花びらが吹雪のように舞ったとき、誰一人関心を持ちませんでした。当たり前のように遊んだ自然遊びを子どもたちから奪ったのです。子どもたちの遊びの文化、そして情動を奪った原発事故、それを取り戻すために私たち保育者は戦っています。福島の本当の復興にはそれぞれの選択があっていいのだという基本的人権を保障されることが必要不可欠だと思います。私たちが不安に思い、少しでも線量の低いところで子どもたちを自然体験させたいという気持ちを理解していただき、支援の継続を強く望むものです。以上です。震災当時、私は2歳になったばかりの子どもがいて、お腹には8ヶ月の赤ちゃんがいる妊婦でした。原発事故後、危機を知った私は近県に避難しながら福島で出産し、夏には関西方面へ母子避難しました。その後、主人も仕事を辞め、新築したばかりの家を手放し避難してきました。しかし、見知らぬ地での主人の就職は困難で、転職を繰り返すこととなり、生活は全く安定せず、私も避難生活の疲れから心身ともに限界を超えていました。
そんな中、住宅支援の打ち切りの話が出て、金銭的、精神的にも避難生活を継続することができなくなり、去年の春に私たちは福島市へ戻る選択をしました。ただし、戻ってからは日々放射能が気になり、それもまた大きなストレスとなりました。こうなってしまった以上、避難することも福島に暮らすこともどちらをとっても辛く困難なことだと痛感したのです。原発事故により放射能という以前なかったものがある福島になってしまったのは事実なのです。福島で暮らすからにはできることをしようと思い、その中で特に必要としているのは保養に行くことです。チェルノブイリの例に学べば保養の必要性は明らかです。長期の休みにはなるべく長く保養に出かけ、週末や祝日のある連休にも近場の保養に一泊でもと出かけることもあります。長期の休みが近づくと関心のあるお母さんたちと情報を共有し合いながら保養先を探すのに必死になります。しばらく保養に行けていないと放射能と向き合う生活に不安が募り、さらにストレスにもなるのです。保養は本来なら国や県に行ってほしいのですが、全国の市民団体が福島の子どもたちのためにボランティアで続けてくださっている現状です。資金繰りから受け入れまでその大変さを思うと本当にありがたく感謝でいっぱいです。保養がなくなってしまったら私は福島に暮らすことが難しいと考えています。住宅支援の終了により私のように避難先から帰還を考えている方も少なくないと思われます。保養に出かけるということが放射能のある生活を余儀なくされた私たちのせめてもの選択肢となればいいと思います。そして原発事故により生活も環境も全く変わってしまった福島の子どもたちにどうか保養に行く権利をください。私たちが福島に暮らすこと、避難すること、保養に行くこと、たとえどんな選択をしても受け入れられる世の中になることが願いであり、差別やいじめがなくなることにつながると信じています。私が保養に行き始めたのは震災から1年半後のことでした。きっかけは子供が笑わなくなったことでした。原発事故当時、私は4歳の幼稚園生と11ヶ月の乳児の子育てをしていました。当時は幼稚園でも多くの子どもたちが放射能を気にして水筒を持ってきたりマスクをしたりしていました。私の家の後ろには山があって、何回除染してもすぐにまた放射線量が高くなってしまうので不安は尽きることがなく、子どものためと思い外にあるすべてのものに触れることを制限し、子どもたちを家に閉じ込めるような生活になりました。時間が経ち、夏になる頃には暑くてマスクはできなくなり、水筒などを持ってくる子の数が少なくなってくると、周りの子との違いを娘が嫌がるようになりました。日常を送る中で、一つ一つ自分が子供を守るためにできることがそがれていきました。そしてある日、子供たちが笑わなくなっていることに気づきました。震災前はとてもやんちゃで明るかった娘です。そこで初めてこの状況がおかしいと感じ、心置きなく外遊びをさせてあげようと自分の車で県外の公園に行きました。正直に言いますと、当時は風評被害が怖く、福島県外に出る勇気はありませんでした。いろんな気持ちを抱えて連れて行った公園ですが、子供はブランコにも触れず、すぐに車に戻ってしまいました。転機になったのは、福島県内の友達に、保養に行かない?と声をかけられたことでした。県外の人に警戒心を持っていたその時は、頼りたいけど怖いというような複雑な心境でした。しかし、2012年夏に初めて行った神奈川県の保養キャンプでは、私たちを本当に温かく迎え入れてくださり、保養最後の晩には今まで口にできなかった不安や
苦しい気持ちを震災後初めて言葉にすることができました。保養中に海の近くを通った時、海が大好きだった娘に、海だよ、綺麗だねと言っても、娘は決して海を見ませんでした。ほんの数年でこんなにも子供たちの気持ちを曇らせてしまったことを思うと本当につらかったです。しかし保養を重ねるたび、子供たちは泥んこ遊びをしたり自然と関わったりできるようになりました。私にとって保養は助けでしかありません。希望です。しかし6年たち、保養の主催団体さんたちも資金面やボランティアスタッフが足りず大変な状況だそうです。その一方で保養への参加希望者は増えています。はじめは自分の子供のことだけを考えていました。しかし仕事などで保養に行けず不安を抱えている方たちもたくさんいます。福島県内にはいろんなスタンスや考え方があります。100人いたら100通りです。しかし支援者の熱意が続き、私たち保護者や子どもたちのニーズがあるうちは保養に公的な支援をお願いしたいと切に願っております。ありがとうございました。以上です。私が住んでいる県南地区は放射線量が他の地域に比べて低いからと震災後もずっと目立たない地域でした。しかし震災当時、私は妊娠3ヶ月で2歳の子どもも抱えていたため、地震の被害も含めてどうしたらよいかわからないまま2011年秋に次女を出産しました。食べ物の不安もあり、母乳を通して子どもに放射性物質が移行しないか不安で、入院中も退院後も牛乳や野菜はあまり取らないようにしていた記憶があります。当時の不安な状況は話せばキリがありません。公共の場で気になっている放射能のことについて話そうとすると、不安に思う人が出てきてしまうから不安を煽るようなことはしないでください。一人が発信した情報で県南のすべての人がそう思っていると、そういう環境だと思う人が出てくるので下手に発信してほしくないと注意されたこともありました。そんな中、私は震災から少し経って保養という存在を知りました。娘が生まれて初めてどんぐりを拾ったのも、生まれて初めて泥んこになって遊んだのも保養の時でした。保養受け入れ先のプレーパークで危険なことをすれば怪我をするという怖さも学びました。それまでは外遊びに慣れていないので、娘は何も怖がるということがなかったのです。放射能についての感じ方、考え方は人それぞれ細かく違います。受け取り方も心の傷も違います。でもきっと中には私のように不安に思う気持ちを言えずに過ごしている子育て中のお母さんたちがいるかもしれない。そう思い、現在お話し会などもして保養情報がわからないお母さんたちにシェアしています。ボランティアの皆さんが善意でやっているので保養の枠は多くありません。行政が協力してくださることはほとんどないので、福島まで十分に保養情報は届いていません。最近子供を産んでから放射能が気になりだした、でもどこで保養というものを探していいかわからないという保護者も出てくるようになりました。私の友人は保養は次の世代に譲ると本当は保養に行きたいのに我慢をして保養へ行くのをやめました。また私は避難ができなかったので、避難できた人が羨ましいという思いがずっとありました。しかし保養の施設を借りて1週間母子のみで生活をしたとき、避難した人たちは何も知らない土地でこんなに大変だったんだ、どんなに辛かっただろうと気づきました。私たちはただ不安がっているのではなく、そうやって自分で考え少しずつ動いてお互いの違いを乗り越えようとしています。私自身も経済的な限界で今年の夏は保養に行けません。支援者の方たちも本当に善意で一生懸命寄付を集め、ボランティアで保養を開催してくださっています。保養は子どもたちばかりではなく、親にとっても唯一安心して心も体も癒される大事な居場所です。
交通費の一部や広報の協力など本当に少しでもいいので、どうか保養に公的な支援をお願いします。以上です。